あれですよね、なんつうか相手柔術なんていう一種宗教をめいたものもリアルファイトに転用できるっておっしゃってるぐらいだから、世界中のいろんな格闘技も実践に通用するって思う派ですか？格闘技って名乗ってるならできるんじゃないですか。ああ、なるほど。ただそのまあそのリアルファイトの最高峰はじゃあ競技としては何だと思われますか？ああ、それね、よく聞かれますけれども、あのね、関係ないんですよ。要は何をやってても、はい、こいつが強いかどうかなんですよ。ああ、はいはいはい、ああ、なるほどなるほど、うん、まあもちろんそうですね。ああ、もちろんそうですね。ああ、なるほど。まあ、だその辺についてはちょっと今回本題外れるんで、また別の機会でやらせてもらいます。ただあの、まあ、洗練されたっていう意味で言わせてもらうと、ボクシングは一番洗練されてるんじゃないかとも思うんですけど、その点どうですかね。そうですね、ワンパンチに関してはその洗練された技術になりますよね、うん、ですがリアルファイトということですよね。はい、うん、リアルファイトっていうか、まあ、だからそのボクシングに転用するっていう意味で今回はちょっと問いかけたいんですけど、要はその三冠王は、合気道さえボクシングにも転用できるっていう理論をおっしゃってるじゃないですか。まあこれはまあ意外すぎるあれで、まあうちのチャンネルでもかなり回った方だと思うんですけど、実は最近 YouTube で流行ってるその石井東吾先生っていう方がいらっしゃるんですけど、ご存知ですか？はい、知ってます。ワンインチパンチっていうのをよくやって、まあ、格闘家の人たちもおーとか言ってボディ受けてやられてたりもするんですけど、あれも宗教じゃないですか？わあ、言及したくねえ、そこしましょうよあれはないと思います、はい、ああ、なるほどですね、はいはいはい。要はその、あ、そうですか、ないんだってのは、ちなみになぜないと思われますか？要は、はい、プッシングとヒッティング、打つと押すっていうものは別物なんですよ。はい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 、はい、なのであれはプッシングですね。はいはいはい。じゃあそのいわゆるただその三冠王もぶっちゃけとそのいろんな YouTube はさすがに見てないと思うんですけど、あの石井東吾先生の動画にはいわゆるその割とつうかちゃんとしっかり有名な打撃系の選手も登場されてて、まあ隣にお笑い芸人はいるのは間違いないんですけど、実際その石井東吾先生のいわゆるワンインチパンチみたいなのを、受けてみて、うげーっつって倒れたりされてるんですよ。この現実はどう思われます？うん、倒れないと思いますよ。ああ、さっきのヒッティング自体ですけど、吹っ飛ばされてるっていうのはヒッティングではないですからね。はいはいはい。だから倒れてるんで、倒れ込む、後半に本当に苦しくてうるってうずくまったら、はい、人間の体が後ろに跳ね飛ばされてるわけじゃないんですから、その場で衝撃が体に流れて効いちゃってるってことなので、はい、ヒッティングだと思います。はい、なんですけど、後ろに吹き飛ばされてるんだったらそれを押してるだけです。あ、ただね、石井東吾選手は選手って先生ですね、いわゆるヒッティング的なこともされてるのかな。まあ、要はいわゆるワンインチパンチって言って、どうですかね、ジークンドー、はい、いわゆるジークンドーのその短い、要はものすごいワンインチって言うんですから、まあ、だから3センチぐらい大きさかもしれないですけど、それね、要はボディを打つことによって、いわゆるそのキックボクサーとか、まあバキバキの腹をした選手がその場にうーとか言って、苦しがったりしたりもしてるんですよ。なんですよね。だからそれを2つの見方があって、要はその2つどころかいくつか、まあ完全にあれはやらせなんだって一周するのが一つ、まあそうじゃないんであれば聞か、まあ三冠はまあ聞かないっておっしゃるじゃないですか。その聞かない理由っていうのはどのようなのかなって、自分の中では2つ考えられるんですけど、まず三冠王はどう考えていらっしゃるかちょっとお聞きしたいんですけど、やらせかどうか。あ、まずはそうですね、まずはやらせかどうかを聞かせてもらっていいですか？うん、
やらせだと思います。ああなるほどですね。じゃあやらせだと思うんだったらもうこれ話はもう終わっちゃいました。聞く理屈ってことですよね。聞く聞かないでしょ。聞く理屈で、あと聞く理屈と聞かない理屈みたいなのがあって、要はそのまあ三冠はもうやらせっていう前提なんで、もうちょっと話あれなんですけど、要は、ワンインチパンチが果たして実用的なのかどうかっていう話に持っていくと思うんですよ。そうした場合、そのあの動画を見てると、まあ受けること前提で、いわゆるそのプロレスラーの前提だからっていうのもあって、実際試合上に使えるのかどうかっていうのがあって、それについて参加王に深掘りしていただきたかったんですけど、そもそもあれがやらせだっていうんであれば、ちょっともうそれの深掘りができなくて今困ってるんですけどね。でもおっしゃる通りです。その試合で使えるのか、まあ、あの受ける前提で、うん、はい打ってきてくださいって言ってやってるものは、うんうん、なんかあまり実用的ではないなって私は感じます。なのでやらせだと思います。じゃあですね、あの仮に石井東吾先生が来て、三冠王の腹殴らせてくれっつっても、それは OK は OK ですか？ OK です。で、万が一聞いたら謝ります。ああなるほど、あ、はい、なるほど、はい、もしかしたら意地でも立ってるかもしれないですけど。あ、なるほどなるほど、はいはい、三冠王でも現役の時と比べればちょっと腹回りとかもバキバキではなくなってるんですけど大丈夫ですか？ね、そこのあれはありますね。耐久力は現役の時の方があったような気はしますけど、でも逆に今体大きいんで耐久力強いと思います。ああなるほどですね。だからこれでもう一ポリだけさせてください。実はその、要はその他の競技をボクシングに転用するっていうことについてなんですけど、三冠王は合気道さえ、転用できるっておっしゃったじゃないですか。はい。にもかかわらずジーク運動はできないっていう立場を今取られましたよね。その差って何ですか？ああいいですね、面白いですね。それはなぜ、何かというと、ボクシングが打撃ですよね。打撃、はい、打撃のさっき冒頭でもおっしゃったようにパンチが洗練されている、ボクシングってパンチが洗練されているものなので、はい、ここではなくて、要は私が思うのは投げや組み技っていうものがボクシングはルールとして反則なんですけれども、動きの中に使うことはすごく、使えるものがあるんですよ。というのは相手が打ってくるときに体、体さばき、体をスッと、開いて、その相手の手や肩をポンと押す。そうすると相手のバランス崩して倒れるし、これ実際試合でダウン取れる戦法でもあるんですけれども、左フックをかき引っ掛ける、相手の右に対して左フック引っ掛けて頭に当たってれば、それがダメージがなかったとしても相手がバランス崩して倒したら、ダウンになることがあるんですよ。はい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 、当たってるから、はいはい、いわゆるフラッシュダウンでもダウンはダウンだっていうことですか？そうです。もうそれってまさに合気道なんです。合気なんですよ。で、だからレスリングとかもそうなんですよね。レスリングとかもクリンチワーク、ボクシングの中でクリンチワークある中で、うまーく手とかこう取って、スッとこうね、スッと相手を引いてバランス崩して、自分から離れて、即時打ちに行くみたいなことできるんで。ああ、なるほど。要はその、一見競技としては全く関係ない組み技の方が、組み技だったり一種宗教競技みたいな、自分なんかはまだ合気道を宗教競技みたいに思っちゃってるんであれなんですけど、そういう競技の方が、実は転用が可能で、一種打撃だから近いように見えるのは、それはちょっと転用はさすがに難しいだろうっていうような意見でよろしいんですね。そうですね。打撃をあえてなんか他で磨くことはないんじゃないですか、ボクシング。あ、なるほど。技術があるから。実はその、まあ、人気ユーチューバーの、ユーチューバーって言ってもいいと思うんですけど、細川バレンタインさんも、実はそのワンインチパンチはボクシングではおそらく、通用しないだろうみたいなことはおっしゃってたんですよ。それは、なぜかっていうと、要はボクシングっていうのはその、日本にいると分かりづらいんですけど、世界中で一番稼げる競技ってボクシングじゃないですか。要はその
1試合で数億円、数十億円、ひたすら100億円をもう動くこともあるような競技で、そんな競技で本当に有効なんであれば、要はその総合とかキックと比べてものすごい、あの古代オリンピックからあるような競技なんで、要は採用できるんだったらとっくに採用されてるだろうと、あのされてない時点でもその通用するはずがないっていう、そのいわゆる経済的な理論をまずおっしゃってたんですよ。これについてはどう思われます？なんか面白い見解ですね。な、要は洗練されてるっていうものの中に、要は取り入れられてない、もう歴史が長い中のものに取り入れられてない、それを今更ほじくり返したところで要は使えないってことですよね。はい、うん、そう思います。あ、そう思いますか。でも、うん、単純に試されてないだけっていうこともないですか。例えばだって三冠王自身は合気道とかは実際、まあ、合気中術含めて経験があったから、それを転用するっていう、試みをまずできた上で、実践に使えるっていう判断をされた。ただおそらくですけど、三冠王もジークンドはやられたことないですよね。あ、ワインパンチもやったことがないっていうことを考えると、そのそもそも試した経験がないから忘れ去られてるだけっていう可能性もあると思うんですけど。ああ、そっか、それおっしゃる通りかもしれないです。ちょっと今私失礼でしたね、ジークンドに対してね。私がもし体験ね、経験したら、うん、すげえ形容したかもしれないですね。ああ、なんか、うん、その辺三冠王が素直すぎてちょっと自分の方も戸惑っちゃうんですけどそうなんですよ。あと、やってないですよね、なんかね、そんな言っちゃダメですよね、うん、間違いないです。あ、そうですか。いや、とんでもないです。それで細川さんのもう一つの点としては、要はそのグローブ競技と素手の競技は全く違うんだと。ほんでそのワンインチパンチが仮に、まあ、三冠王のあれ、まあ、素手で本当にすごい威力を発揮したとはゆえ、ボクシング競技になったらもう全く関係ないことなんだみたいなことを、まあ、ざっくり言うとそういうようなことをおっしゃってたんですけど、それについてはどう思われます？あ、それはそのまま本当ね、おっしゃる通りだと感じますね。やっぱりボクシングのグローブをつけてるかつけてないか、うん、っていうのって大きな差が出てくるので、じゃあグローブつけてるとそうやって拳のなんかパンチ力弱くなるじゃんって思われるんですけれども、うん、あれ武器ですからね、グローブって、うん、なので私はもしリアルファイトってなったらグローブつけたいです、うん、あ、なるほど。まあ、ちょっとグローブの差の違いについてはまた別の特攻で検証させてもらいましょうか。はい、じゃあということで、じゃあ今回は三冠王が、ジークンドーについて現時点でどう思ってるかだけ最後に聞いて終わろうと思います。ジークンドーはですね、ブルースリーのね、拳法ですよね。私、まあ、空手とかも経験もあるので、そのボクシング、キックボクシングみたいな、こうちょっとこうヨーロッパとか、まあの方ので生まれた格闘技よりもそうですけども、東洋のそういう憲法っていうものとかも結構好きで、本とかを読んで勉強したりとかしたこともあるので、ジークンドーのことはもちろん存じ上げているんですけれども、やっぱりそこのジークンドーがもっと公の前に出てきて、ね、ボクサーになりましたみたいになっちゃうと、ボクサーなんですよね。だからジークンドーはジークンドーの大会の中で戦ってて、強いな強くないなになってしまうと思うので、なんかそこでこう、うん、他のものに転用っていうものよりも、なんかジークンドーの素晴らしさというものだけを、はい、私とその東郷先生の動画とか拝見したことありますので、ああいうこうベンダとかね、ああいうものは憲法そのものだと思いますので、そういうものをもっとこう実践的にするとこうなるみたいなことを、私は経験することがあればお伝えしたいかなとは思いますけれどもね。